本当ね、あ、クロナもま、なんかね、クロナっていうのはね、俺、クロナが一番気持ち悪いこと言ってあげようか。うん。自分はなんかまとも風に見せて、まともじゃないとこが気持ち悪い、こいつは。マジレスしちゃうと。まともそうに見せといて、まともじゃないとこが気持ち悪い。本当に。マジレスすると。だってクロナってなんか同棲してる彼氏とかいいんじゃないの？言ってたじゃん、なんか。彼氏と配信してたじゃん、なんか。もう、結婚前提で、なんかこう、付き合ってる彼氏いいんじゃない？その彼氏いんのにネットの男で会いに行くんだ。バカなんじゃねえの、マジで。気持ち悪いな。そんな女俺絶対やだわ、本当に。俺がもし彼氏だったら、ね、もし女の子、ね、あ、もしね、彼女がいて、その彼女がネットの男とかと会いに行くと絶対だわ、うん。ろくな女じゃねえや、本当に。気持ち悪い、本当に。まともに見せれるようになってからいいの。おいおい、論点ずらしちゃったよ。おいおいおい、反論できないだろう。ほら。図星だから、ほら。ねえ。ほら。論点ずらしましたよね。はい。ねえ。自分でもそこはダメだって思ってね。別れたの？あ、別れたの？マジで？じゃあ俺付き合おうよ、じゃあ。俺と付き合おう、じゃあ。俺と付き合おうよ、じゃあ。じゃあ俺と付き合おうぜ。彼氏いないので俺付き合うよ。いや、クロナはね、マジでいい女ですよ、本当に。マジで。うん。なんか結構胸でかいし、まあ、顔可愛いしね、普通に。まあ、ただ、すげえめんどくさそう、正直。なんか、我が強そうだから。10億積まれてるのに、お前に10億積む男なんかいません、バーカしね。お前に10億積む男なんかいません、バーカ。ね。ふわっちで10億分の花火上がってますか？上がってないですよね。ね。お前なんか花火100発も飛ばないじゃん。ねえ。花火100発で、ね。花火100発でいくらだよ。10万とかでしょ？花火100発で。ねえ。お前なんか花火100発も飛ばしてくれる男がいないのに何が10億だよ。自分の価値を上げてんじゃねえ、バーカ。ねえ。自分もう恥を知れ、マジでよ。自分どんだけ過大評価してんだよ。ねえ。花火100発も投げてくれるやつがいないが、10億でもやだとかバカじゃないの、マジで。死ねや、マジで。俺はね、村田っていう配信者に花火100発あげたことあるけどね、ちなみじゃ、黒の夢配信してみればいいじゃん、ふわっちでさ。ね、彼氏と別れましたっつって。ね、リスナーがどんだけ花火飛ばしてくれるか今、配信してみればいいじゃん。配信しなよ、今、ふわっちでさ。ね、彼氏と別れましたって。ガチ恋勢がどんだけ彼氏と別れた、ね、黒なに価値を感じて、花火投げてくる人がどれだけいるか。あざす、風船。やってみればいいじゃん、ふわっち。俺より飛ばないんじゃないの？俺も相当花火飛ばなくなったけど、大口にこびないから、俺。俺より飛ばないんじゃない？そんな大口にこびない俺よりも飛ばないと思った。
まあ、つか別にクロナに付き合おうって言ったのは冗談、ネタだからいいんだけど、別に付き合おうとも思ってないし。まあ、ユイナちゃんは正直ちょっとショックだよね。マジレスしちゃうと、ちょっとユイナちゃんやっぱちょっとショックだったな。クロナなんて何とも思わないけど。ユイナちゃんはちょっとショックだったわ。いや、もともとだって、ゆいなちゃんから泊まりに来ていいって言ったんだよ、もともとは、俺から言ってないからね、俺そんなずうずうしくないわ、泊まっていいなんて。もともと、事の発端は、俺が大阪配信してて、安尾さん家に行って、俺が暑いと、安尾さん家暑いわとかって言ってたら、うちに来ていいよっていう、うち涼しいよっていう、なんか暑がりだし、自分とかっつって。泊まり来ていいよって言ってくれたの。まあでもその時行かなかったんだけどね。あの時行ってりゃよかったな。なんかね、安尾さんを裏切るような感じで安尾さん家泊まりに行くとかっつって、なんか女って部分もあると思うんじゃって若干ね、多分。何なの、マジで、本当に。何やり目的って、やり目的だったらその時言ってるだろうが、別に。泊まっていいよって言った時にね、のこのこついてくでしょ、その時。ついてくっていうか、家に行くでしょ、泊まってって本人から言ってきたな。ただのやり目的だって、行くでしょ、安尾さんなんか、あんなどうでもいいじゃんだって。やり目的だったら、安尾さんなんか別にそんな関係ねえって言うんで、ゆいなちゃんち行くでしょ、マジでよ。こんなことになるぐらいだったら言っとけばよかった、本当に。